まあ、今回5曲すべて角換わりだったということで、その豊島九段とそのなんていうかまあテーマとする局面がある程度重なっていたところはなんていうかあったのかなというふうには、はい、感じています。結構早い段階で悪くなってしまう人が多くて、内容的にも良くなかったなと思います。そうですね、気になる。第70期王座戦五番勝負第1局を永瀬王座の先手番で開始してください。よろしくお願いします。激しい展開になっていて、いや、諦める勝負なのかな。自然に攻めた相撲ではいたので、そうですね、どこが致命的にまずかったかちょっとすぐには分からないんですけど、そうですね、進めてみるとまずかったのかなと思います。